ニコラス・カッツエンバック、ニコラス・デベルビル・カッツエンバック、1922年1月17日から2012年5月9日は、アメリカの弁護士、政治家、1961年から、司法時間補、司法副長官、司法長官、国務次官を務めた。1922年1月17日、ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれた。 フィリップス・エクセター・アカデミーに学び、プリンストン大学に入学。1945年に文学史の学士号を得た。1947年にはイエール大学で法学史の学士号を取得した。また、1947年から1949年までローズ小学生としてオックスフォード大学内のベリオール・カレッジに留学した。 1950年から政府内で働き始め、1950年から1952年までアメリカ合衆国空軍長官の法律顧問を務めた。1952年には再び民間に戻り、イエール大学で法学の助教授、シカゴ大学で法学の教授として働いた。1961年、カッツェンバックはケネディ政権下で、 司法時間補となり、1962年からは司法副長官となった。1962年10月のキューバ危機の際には、海上封鎖に伴う法的措置に関して大きな役割を果たし、またその2ヶ月後には、ピックスワン事件により、カストロに捕らえられた捕虜の釈放を求める交渉団の一員として活動した。その他にも、ケネディ政権中の功績として、 南部地域の大学における人種差別撤廃のために動いたことが挙げられる。1963年、アラバマ州知事ジョージ・ウォレスが二人の黒人学生、ジェームズ・ッドとビビアン・マローンの入学を阻止するために、アラバマ大学周辺を周辺で固めて自ら、大学の門の前に立ちはだかったとき、カッツェンバックは、司法省幹部として二人の黒人学生につき、点、二人の入学を認めるよう求める。 大統領布告を読み上げて二人の入学を認めさせた。1963年11月22日のケネディ暗殺二日後の11月24日、ジェイドガー・フーバー FBI 長官がカッツェンバックを訪れ、オズワルドが暗殺事件の犯人であると断定したと伝えた。暗殺事件の3日後、カッツェンバックは、ジョンソン大統領の特別顧問ウィリアム・ディーも、イヤーにメモを送っている。 その中で彼は次のように述べている。大衆に、オズワルドが暗殺者であること、まだ捕まっていない彼の共犯者はいないこと、彼は裁判で有罪を宣告されていたろうことを納得させなければならない。オズワルドの動機に関する推測は断ち切らねばならない。残念ながら、オズワルドにまつわる事実はあまりにも適切であ、あまりにも明らかである。 我々には好ましくない形の大衆の噂や議会の公聴会を阻止する材料が必要である。また、フーバーはジョンソンの側近に次のようなメモを送っている。このメモは上院チャーチ委員会によって明らかにされ、同委員会報告書33ページで確認されている。オズワルドが真の暗殺者であるということを大衆に納得させるため、 何らかの発表をせねばならないと私は考える。カッツェンバック氏も同様の考えである。これらのメモは政府が暗殺事件の真相隠蔽を格索していたことを最もよく示す公的文書となっている。カッツェンバックとフーバーは五輪委員会の設立に主要な働きをした。1964年3月にロバートカイ・ケネディが 司法長官を辞任すると、カッツェンバックは司法長官代行となり、1965年から正式に司法長官となった。彼は、トンキンワン決議により、ジョンソン大統領には米軍をベトナムに派遣する権利があると主張し、ベトナム戦争のエスカレーションに積極的な役割を果たした。後に彼は、交渉による戦争の解決を主張した。 1966年、カッツェンバックは国務次官となった。1968年1月に、プエブロ号事件が起こると、彼は国務次官として北朝鮮との交渉に当たった。ベトナム戦争の戦線拡大を阻止するため、軍事行動ではなく、外交による解決を目指して粘り強く交渉を続けたが、北朝鮮側の強硬姿勢のため難航した。 結局アメリカの諜報活動を認める屈辱的な謝罪文に署名することでようやく人質を解放することに成功した。1969年、彼は国防次官を辞任し民間に戻った。カッツェンバックは1969年から1986年まで IBM に勤めた。彼は FBI が活躍した IBM 産業スパイ事件当時の IBM 副社長であった。1980年、彼はアメリカ国民に対する国内盗聴活動のために告訴された FBI メンバー、ウィリアム・マークフェルトの弁護のためにコロンビア特別区裁判所で証言した。また1998年にはクリントン大統領の弁護ため、クリントン大統領の弾劾の是非をめぐる会員司法委員会で証言た。2004年3月、 MCI 会長に就任した。2012年5月9日、ニュージャージー州スキルマンの自宅で死去。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。